あとこの週刊新潮で、はい、まあ、ルフィ事件捜査資料が暴く全貌ってですね、はい、うん、はい、なかなかですねこの資料面白いですよ。これこの図がね、うん、半端ないんですよ。このそうなんだよ、なんか人物関係が分かってきたっていう、すごい、うん、これすごい、うん、珍しいですねこんな図が。こんなこれをだからその、はい、捜査資料だからね、はい、そこからやってるからね、はい、これすごいですよこれなかなか、うん、裏にいる人たちが本当にいるのかっていうところですよね。暴力団がいるんじゃないかい、まあいるんだろうね、はい、これは話なんです当然だからね。このレベルの話じゃなくて、うん、その後ろにどうなるかっていう、うんうんうん、だってこの情報屋っていうのがさまた寄せてくるんだけど情報を、うん、これがまあ結構細かいんだよな、うん、広島事件では現場の実行犯は高くても100万円、多くは50万しかもらえない、うん、運転手役に至っては無報酬、しかし情報屋になると170万円や200万円金庫番は500万円近くの報酬を不足されている。で情報屋がもたらす情報、例えばこれは広島の事件 の, その、まあ、捜査資料なんだけど、はい、そうですね、はい、要するにそのこの店はセキュリティが甘く防犯カメラもないとかね、うん、金庫に3000万円の現金が入っているとかすごい具体的な情報なんだこれ、ね、はい、で本人か手下が現地で下見もしていると、うん、で その詳細な情報をルフィに送り、うん、で玄関からのアタックが確実ですなんて助言もしてると。そうです、ね、だからその地元のね、はい、そうです、あの徹底的に調べて、はい、その情報をこのルフィたちに送って、伝わってるんですよね。でルフィたちが実行犯を、うん、まあ、使ってるわけですけど、はい、その実行犯ルフィら闇バイトで集めた連中に免許証などの画像をスマホで送らせ実家の住所を把握していると、うん、でグループから足抜けしようとするメンバーをお前の身元や家族の居場所も分かっていると脅すから、一回その闇バイトに応募すると抜けられない、はい、っていうふうなシステムが出来上がっていったんだよね、うん、情報屋の所在をつかむのは極めて難しく、またせいぜい個人情報保護法違反の罪に問えるくらい、逮捕したところで名簿や情報が何に使われるのか知らなかったと言われるとですね、強盗の共謀共同正犯に問うことなどできないと、うん、だからこの情報屋っていうのがですね、そうですね、うん、問題ですねこれは。いやすごい性格ですよ、あの狛江のあのおばあさんというか、そうそう、あの家に行った時も、うん、どこに何があるとか、ね、いくらぐらい置いてあるだろうっていうのはまあまあ分かっちゃってて、うん、 そうね、その最初からその計画通りに、うん、だってあのこの遠隔操作でやってるわけですからね。そうなんだな。これがすごいですよね、うん、この情報のすごいんだよこれ。だから本当のプロの情報やと、うん、そのなんか本当の裏の組織があるのかもしれないんですけど、これは分からないですね。困る時なんかね、4人の男の1人が iPhone のスピーカーボタンを押すとバカ丁寧な物言いの男の声が流れてきた。はい皆さんいいですか、これから全員でボコボコにしてくださいね、手を出さない人には一銭も報酬は払いませんからね、ただし殺しちゃいけませんよ、言ってたんだけど、まあ殺しちゃったわけですけどね、これはね、それはねやっぱり現場ではやっぱちょっとやりすぎるっていうのは出るでしょう。しかもこれ捜査のあれの資料がすごいのはさ、盗んだロレックスとかなんかをさ、いくらで売ったかっていうの全部、出てますね、出てんだねこれね、はい、ロレックス138万、はい、まずね、聞いてルフィに138万らしいですってこうメッセージを送るとですね、ルフィがですねいいよと、それでいいとで売るんだよね、はい、そのいちいち確認してるんですよこれ、はい、345万になったそうです、売りな売りましたっていうか、はい、全部指令で売ってんですよこれ。この取材は、まあ、売るとこまでね、捜査資料なんですけどすごいですよねこれね。いやー恐ろしいねこれ、はい、これで大体どのぐらい その罪なんですかねこれね。そうですね、うん、だから今までになかった凶悪犯の法律を作らなきゃいけないですよね、うんうん、さっき の移民の話もまあまあそうなんだよね、本当にあの今までの日本人だけでやってた時の犯罪じゃないレベルのことがこれからも起きてくるん で、はい、でやっぱ
悪いやつが来るって前提で法律作らないとまあそれはそうだね。そういう点についてはね、まあ、人権とか言ってる場合じゃないんですよね。ルフィは海外の影はまだ見えないんですよね。海外の海外逃亡はしましたけど犯人の中にはまだ見えないんですよね、はい、犯人の中に、はい、犯人グループ外国人が、はいはい、あまだ、うんそうですね、見えないですね、はい、その裏の組織までは行ってない暴力団がいるんじゃないかっていうのはまだ、うんうんルフィまでですね。そうです捕まった。そうです。うん、だから彼らがもう使われてる可能性もあるからね。じゃないかとね、はい。だから変な動画が出てたじゃないですか。うんうん、ちょっと漏らわざわざ2人の関係を漏らしてるみたいな、あれは上の人にそこまで私たちは喋りませんよみたいなこと言ってるんじゃないかって言われる。うん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 、はい。